ニーナと言います。まあ主に麺を専門にやってきまして、まあ今はいろいろとやっております。職歴は44年ですね。小山夏子と言います。裁断を現役の時はやってました。今はタレの方でやっております。桃原です。内職から始めて、胴の胸の刺し、それを内職してたんですけど、うちに入らないかということで、それからずっと30年かな、固定しとすずです。昔の防具と今の防具ってどう変化していったんですか？昔は作れば売れるっていう時代だったんで、そんな品質動向っていうのはなかったです。海外製がまだない時代？私がここに入社した頃はまだ入り始めぐらいだったですかね。海外製が入り始め、ね、40年ぐらい前。一番ピークは昭和60年、61、62、そのあたりじゃなかったかな。それからだんだん海外製に押されて、うちの方がちょっと苦しくなって、もう海外製が安くで入ってきて、ね、昔は小売店さんも在庫を抱えて商売してくれてたんで、あればあれだけ売れてたから。何人そのピーク時は職人さんがいたんですか？あの頃で300人ぐらい。300人ぐらいやったと思うけどね。本社以外でその土業とか、ニトリとか、7工場ぐらいあったよね。内職が200人とか。もう結構いたと思う、何百人もおったらでやったと思う、それで500人ぐらい体制になって、1日どのくらいですか？去年用の面で1日300。1日300でしょ。1日月に1万セット以上ですね。だったと思うんですよね。今の板で注文じゃないですもんね、私は10組とか20組とか、ね、そういう体制で、うちの企画で、作ってたんで、作って出すって感じだったから。全国どこら辺が多いですか？関西方面じゃない？関西方面かな。関東に広まればいいですね。知らなくて使ってる人ないかも。知らない。あ、小売店さんを経由してるから。意外とお客さんから言われる時あるもんね。同じこと、あ、ここで作ってたんだっていう。昔と今って材料の違いとかってあったりしますか？品質もなんか昔の方が良かったような気がする。あ、本当ですか？手触りもなんか違うし、なんか違ったような気がする。あの昔は硬い、割れるんですよ、パリンって。昔の方がパリンって若すぎて叩いて叩いてほぐしてやっと使えるって感じで、昔は結構手で叩くのが多かったですよね。面とか刺す前に、今ローラーかけるでしょ、はい、昔は傷槌で結構叩いて、それから刺すのが多かった。布団、コテの布団も、ね、結構叩く作業が多かったです昔は。材料屋さんにうちの方からお願いして、これぐらいの型だとか、言えるようになったからね、うちは職人が揃ってるんで、作って売っただけじゃないじゃないですか。その後のフォローまでできるんで、アフターのサービスとか、その辺強いと思いますけど、今手打ち交換っていうのが多いですよね。前は伏せとか、そういう感じのが多かったけど、うちのコテってなんかあまり見ないんですよ。うちが出した製品、たまに戻ってくるけど、ああよく戻ってきたねって感じするぐらいで、あんまり戻ってこないから、よその商品がなんか多いような感じがします。修理は形が違うから、丈夫しっかりしてるから、なんかね、こういうのって、まあ勉強になるよね、他のところを見て、ああって感じで。まだいい声ね。そう。毎日でしょ。そう、毎日。もう手洗ってもなんとなく手が青いとかって。そうですね。なんとなく落ちにくいですよね。さっき洗ったばっかりだから。洗ったばっかり。こんな感じ。指も太くなりますよね。力が強くなるし、曲がってくるんですよ。曲がってて。関節が。薬なんかですね。私は幼稚園で節が太くなったり曲がったり。
人の前では見せられない日本剣道部製作所、これからも日本製の防具を作っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。